新しくパソコン作るぞというわけで今回はパーツ紹介編になります。まず選んだのが Ryzen ではなく Intel の CPU Core i7-7700K です。4コア8スレッドで7世代の最上位の CPU です。今の AMD の CPU と比べると見劣りしますが、実はゲーミング性能を強化した3300と言っても過言ではないでしょう。いや、それは言い過ぎですかね。 CPU はポイして、次はマザーボード、こちらは ASUS のストリックス Z270F ゲーミングです。スカイレイク対応の LGA1151 世代です。付属品は IO パネル以外揃っていますが、こちらにピン折れがございます。動作的には問題なかったです。 IO パネル自体はアリエクで頼んだんですが全く届きません。なので今回は撮影時点の時にはなかったので、こちらを見ていただければ十分です。次に CPU クーラーです。こちらはクーラーマスターさんが出ている CPU クーラーで MA610P というものです。こちらはハードオフにて2200円で購入したものです。欠品はいくつかあるんですけれども、見た目はとても好みだったのでこちらを使います。特にバックパネルがないので取り付けができません。なので別の CPU クーラーからですね、こちらを持ってきます。そして RGB のコネクタも買ったんですが、こちらではなく実質なかったのはファンのコネクタでした。では中身の方を見ていきましょう。結構梱包も丁寧ですし、大型のクーラーなので結構威圧感があります。かっけえ。心の声が上げてますが、結構見た目は気に入ってます。あとは光り方に注目ですね。そしてグラフィックボードは RX470、 もともと持ってたんですがヤフクロにて追加で購入しました。見た目が合わないので後ほど塗装します。そして使う電源はクロシコの 555W の 80 プラスですね。こちらは以前に壊れた PC の方で入っていたもので、ちょっと汚いので後ほどこれも清掃します。一応セミプラグイン式なので配線自体には困らなそうです。メモリーはサムソンの DDR4-2133/4GB を2枚です。通常であれば 16GB 欲しいところですが、さばきなのでこれで十分でしょう。こちらはハードオフにて1枚1650円、2枚で3300円で購入しました。メモリーそのままの緑色もなかなかシンプルでいいですよね。そして追加で RGB ファンを5枚買いました。ケース全体を光らせようと思いまして5枚買ったんですが、最終的には4枚で十分でした。これは後々ケースを紹介しますので、そちらをご覧ください。で、自作の醍醐味と言われる PC ケースですね。画面の通り NZXT H510 を選びました。こちらは白色を基調としたケースで ATX 対応ながら非常にコンパクトなケースとなっております。そしてこちらは自宅界隈ではかなり人気となっておりますので、こちらで結構組んでる方も多いんじゃないでしょうか。やはりシンプルというのは見た目がかっこいいですからね。というわけで私も気になっておりましたので、こちらで今回は組むことにします。思った通り NZXT さんやりますね。では今回の主役と言われるグラボの塗装の方やっていきます。こちらはサファイアの RX470 なんですが、このままでももちろんいいんですが、黒だと今回は合わないので、こちらの部分を塗装していきたいと思います。まずは分解の方ですね、やっていきます。このように、まずはファンの部分だけ取り外します。今回はファンを塗装しないので、これは、元々の黒色のままとなります。そしてファンを取り外しましたら、マスキングテープで、色が入っていけないところ、あとは、接触部分のところをマスキングで隠していきます。これをやらないと後々大変な目になってしまいますので、これだけ気をつけましょう。で、塗装終わったのがこちらでございます。パッと見白一色に見えるかと思いますが、マスキングテープでもともと色を変えたくない部分だけ貼っときました。最初は水色で全体を覆い隠しまして、その上で白をやってますので、白色と水色を基調としたベースとなっております。今回はこの色でやっていきたいと思います。このままでももちろんいいんですが、このようにサファイアという文字だけ削って銀色にしたいと思います。これをやるだけでかなり印象が変わりますので、やってよかったと思います。で、元々の色はこんな感じ。まあこれはこれでかっこいいんですけれども、これを見てしまったらそう言えなくなってしまいますよね。ちょっと色を変えるだけでこんなに印象が変わります。ちょっと細かく見ると変わっ
失敗した部分がいくつかあるんですけれども、それは初めてなので勘弁してください。そして記憶媒体は SSD を使います。中華製の激安の SSD って感じなんですが、ちょっと心配ですよね。まあ気になってたのでこちらを買いました。まあ新品なんで多分使えるでしょう。 240GB のものになります。そして最初にお伝えした電源の方ですね、これを掃除していきます。長年使ってたものなので結構ホコリが溜まってます。ここからは閲覧注意になります。掃除機でガンガン吸っていきましょう。あの画面越しだと伝わってないかと思うんですけれども、結構ホコリがやばいです。このファンの後ろなんて特にやばいですよ。注意です。正直電源の耐用年数っていくつなんでしょう。まあ、10年持てばいいと思ってますが、これはもう 2,3 年以上使ってますね。ちょっと心配ではあるんですけれども、もしも異音とかなってくる場合はちょっと新しい電源の方に変えていきたいと思います。そして画面外でやってるんですけれども、これを元通りに戻してます。面白みがないところになりますので、後半の方に移ります。では今回はパーツ紹介編という形でございました。ちなみに合計の金額は4万5000円弱でした。サブ機なのでできるだけ抑えた形ですね。 OS 代も今回ですね、あのマザーボードに入っておりますので、それで結構抑えられたってこともありますね。では今回の動画は以上になります。よろしければコメントやチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。テンション爆上がりでございます。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。